あ、こんにちは。はい、今日はあの新春スペシャルゲストということで小原選手、はい、俺の大好きなね、もう30になったの。はい、今年30になります。出会ったのが18だもんな。はい、もう12年前です。もうそれでもう大きなスーパースターになっちゃって。お前、とんでもございません。もうごめんね、いつも二等兵二等兵って言ってて。はじめまして、二等兵です。いやいや、まあそんなことないけどさ、はい、立山、はい、ここはね、はい、どういう縁でここを来てる。今楽天のコーチの渡辺直さんが、うん、現役の時に、まあ、僕がルーキーの時、うん、そのシーズン終わった際に、お誘いいただいて、うん、でその縁があって、まあ、ここの立山でずっと自主トレは送らせて、はい、いただいてます。やっぱりここに来てスタートするという、もうここに来ないと、うん、もうやっぱ1年スタート始まらないなっていう思いもありますし、うん、はい、今年はこのグラウンドに一歩踏み出した時に、はい、踏み入れた時に、はい、どんな感じだったの。でもまあ本当いつももう毎年やっぱルーキーの時から本当変わらなくて、うん、やっぱ今年も来れたなっていう、もう本当単純にあのまたここからスタート始まるこう喜びしかないんで。だって結婚もしたしさ、はい、なんかこうよしって強い思いはないの。いや、もちろん奥さん見てないのかな、この YouTube。 いや、もちろんあります。あるでしょ。はい、はい、あります。やっぱあの結婚してあの最初の2人で、うん、あのスタート切る初めの年なんで、やっぱ奥さんにもそういう、奥さんの方も僕よりも不安あると思いますし、やっぱ責任感じてるかな。安室ちゃんに似てるんだよね。似てるかなと思いますけど。調子乗ったのちょっと。いや でも似てるよな。はい、あれですな、はい、でもその責任感っていうのはあるよね。あります、はい。まあ、昨年はどういう年だった、はい、まあ一昨年がやっぱ自分の中でも想像した以上のやっぱ数字が出てしまったっていうものがあって。え、自分が想像したよりも、まあ、やっぱ3割打てるっていうのは、まあ、もちろん目標には置いてたんですけど、まさか自分が打てると思ってなかったんで。本当にか。はい、俺は打てると思ってたよ。本当ですか。あの18歳で入団して、はい、ね、モノマネ誰でもいいからモノマネから入るんだっつって、はいはい、モノマネした時から、はい、俺は3割打てると思ったよ。本当ですか。でもあのモノマネのセンスがないって言ってたじゃないですか。全くなかった。全くなくて、それから努力したんだろうなと思って、はいはい、いやでも3割の大体目標としたら、はい、じゃあやりすぎたって言ってるけど、はい、大体どのぐらい置いてたの。まあ、2割8分9分ぐらい打てたら、うん、まあ、満足、決して満足することはないですけど、うん、まあ、よくやったかなってやっぱ思ってしまう自分もいますし、3割1分打った時は、あ、じゃあこれでいいのかなって、うん、率だけ、はい、まあ、例えば打点とか、はい、あのなんていうの、そのホームランとか、はい、そういうのはあんまり、盗塁とかそういうのは数字は上げないの、はい、自分の中であんまり上げないです、ね、やっぱ打率、はい、それ打率と出塁率だとどっちを重んじる。まあ、もちろん出塁率だと思うんですけど、うん、まあ、僕こうやっぱ打率大体こう出塁率すごいバターって打率に大体1割ぐらいプラスになるじゃないですか。もちろん僕そういうタイプじゃ、まあ、ないっていうのもまあ自分で分かってるし、まあそういうタイプになりたいなっていうそういう思いはあるんですけど。でも、はい、自分が一番を打たないと、はい、このチームはダメだと思ってるでしょ。はい、思ってます。本当に本当に思ってます。それはまあ、僕自身もあの面白くないですし、やっぱり毎試合一番で出てチーム活気づけたいっていう思いは、うん、誰よりも思ってます。俺は小原が一番を打って初めて優勝だからね、はい、これがやっぱり一番の重要性っていうのは分かってるよ、このチームで。はい、分かってます。本当に分かってます、はい、いや一番が出たら2回に1回は誰か返すよ、はい、そしたら得点力がアップするからね、はい、本当に一番って好きなの。いや僕好きです、はい、一時期嫌いだって言ったよね。あ、一時期は嫌いって言った。なんで。緊張感というか、一番バッターで一番初めに打席に立つ あ, あの緊張感と戦うのが、うん、まあ、本当嫌な時期もあったんで。でも今思うとやっぱその緊張感の中でできるってやっぱ幸せっていうか。俺も一番打ったことあるけど、一番最初に入るのが大好きだった、はい、それもあの先行で入るのが好きだった、はいはい、絶対相手間違えるからって思ってたから、はい、
相手も緊張してるから、はい、ピッチャーの方がどっちからかというと緊張するからね。そうですよね、はい、それ何、うん、なんかそういう思う時期もあったんですけど、そうそう、でもやっぱあの試合に出なくなった時期とか、うん、やっぱ違う打順とかあのこう打ちましたけど、やっぱり一番がいいなって、やっぱいや一番タイプだよ、はいはい、だってもう突っ込んでいくのもあなたしかいないよ、はいはい、やっぱ一番がやっぱ僕が自分が生き生きできるその打順なのかなってやっぱ改めて思います、まあ、そうだね、はい、あの18歳の時にさ、はい、屋久島でキャンプやったよね、はい、俺がものすごい印象に残ってるのが、はい、一番最後にね、はい、3000m 走かな絶対やったよね、はい、どんなに辛くても、はい、一番で絶対帰ってきてたよね、はい、もうそれが忘れられないんだよ。で僕もあの厳しい練習終わった後のあの 3000m はやっぱり一番記憶に残ってます。いやもうそれで絶対一番で帰ってきてやるって、あもう絶対一番で帰ってやると思って。それはなんで、まあ、中学高校から、まあ、走るっていう部分ではすごい走らされてた時期だったんですよ、うんうんうん、でまあ、それなりにあの短距離でも中距離でも長距離でもすごい自信ありましたし、なんかこうみんながしんどい時にやっぱそうやってあのそこで頑張れるのがやっぱその人のこう進化が問われる部分なのかなっていうのは学生の時からやっぱそう見えてた部分だったんで、それ18歳もう18歳で、はい、でやっぱ自分が不器用だし、そう野球で目立つこともできないやっぱ年齢だったんで、やっぱ周りの選手見てもすごい打球も飛ばすし、あのすごい守備する人もいるし、じゃあ何で勝てるかなと思ったら、やっぱそういう気持ちの部分でしか勝てないと思ったんで、まずそこからなんとかこう見てもらえるようにと思って、あの 3000m だけは絶対1位で帰ってきたよっていう感じで、はい、よく頑張り通したよな。いや永田監督もあれを見てやっぱ桑原来年からどうしようかっていう話になったからね、はい、うん、やっぱりそういうのって俺も記憶にあるし、はい、いやすごい精神的に強い選手が入ってきたなって思ったけど、さすがに伊藤平です。いやいや本当に、はい、いやそれで、はい、お母ちゃん速いボール強いよね。はい、まっすぐは大好きです。あの阪神にさ、渡辺亮って、はいはい、まっすぐ破壊王子っていうのが入ってくるんだけど、はい、どっちが強い？僕の方が強いってやっぱ言い切りたいですね。そうだよな、はい、もう大谷から打ってるもんな。そうですね、あれオープン戦か、はい、ちょっとダメ、オープン戦は。オープン戦の大谷くんだったらまあ向こうもちょっとね、まあ、僕のこと知らないんでちょっと手抜いてきてるなって思ったかもしれないですけど、はい、あの佐々木朗希とはやった？やりました、真剣勝負。あ、やりました。どうやった？去年の交流戦で。やっぱ早いは早いです。早い。はい。それ何？ホームラン打った？いや、打たないから。もう僕あの佐々木朗希君が三三振しました、ね。いやいや、はい、そのプロ入って、はい、やっぱダントツ？でも僕の中で一番早かったのはマッソンですかね。ジャイアンツに。あ、マッソン、はい。でもあれ160キロはあんまり出てないよね。はい、155、6、はい、マッソン、マッソンっすね。サファテも当たったでしょ。あ、はいはい、ありました。マッソン、僕はマッソンの方が印象に残ってます。ああ、それ何、玉質かな。玉質だと思います。たぶんガン出てるそのハイマスやっぱあるじゃないですか。ドンってくるよりかはやっぱこうベース板がこう強い、まっすぐの方がやっぱ嫌なんで、だからどんなに速い、ま、ドン系のあの医療からまっすぐ来ても弾き返せるっていう自信はあるんで、自信だけです。いやいや、その自信はどっから生まれてくるんだよ。若い頃から。あ、まあでも若い頃から、まあでも多分これやっぱプロ入ったらやっぱまずまっすぐから弾きなさいっていう教育から始まるじゃないですか。まあまあもちろんね。でもともとやっぱちっちゃい時からまっすぐだけは弾ける自信あったんで、うん、まあでもそれは身についたままなのかなと思いますけど。じゃあ佐々木朗希は何、まっすぐ投げてくれなかったの？いや、まっすぐもちろん投げてくれました、うん、それはでもそれを捉えれなくて、やっぱフォークボールできっちりあの空振り三振して、やっぱ振っちゃうわね。やっぱ振っちゃいます。他に誰がすごいと思って、まっすぐと。でもやっぱ大谷君は速いなと思いました。あのオープン戦、その、やっぱホームラン打った余韻残ってるじゃないですか。で、いざその交流戦で札幌ドームで会った時は、あ、もう全然違うなって思いました。あ、そう。はい、全然違うなと思って、はい、でも、速いボールはもうパリーグ向きか。どうですかね。山本は当たったことある、
も、去年のオープン戦で1打席どうだった。もうまっすぐ1、2、3で打ったライト前だったんですけど。かっこいい。いやいや、もうまっすぐ1、2、3で行った時のまっすぐは弾ける自信はありますけど、うん、やっぱそこに雑念とかやっぱまあやっぱいろいろ考え込んじゃうんで、そこに入った時はやっぱもうおもろいっす。だからなんで考えるのかなと思う。それ僕も僕で、どういう悩みがあるの。まあやっぱ僕ドツボハマる時ってやっぱもうこうなったらどうしようと か、 なんか崩されたらどうしようとか、やっぱこう綺麗にプレーしようとやっぱ思ってる自分、やっぱこう描いてる時ってやっぱダメかなって、やっぱ 僕なりに思う時あります、はい。だからもう先に結果を想像しちゃうんだ。そうですね、そうそうそう。なんで結果なんて分かんないのに想像するんだよ。それを想像してる自分が怖いです、本当。振り返って、はい、それはなんかもったいないね、はい、それがなくなったらなんかもっと安定するんじゃないかなって思うんだけどね、はい、だって結果なんてやってみなきゃ分かんないもん、ね、はい。じゃあ恋愛すると大体悩むタイプ、はい、相手がどう俺のこと好きかなとか。あ、僕それは悩まないです。なんかそれと一緒だって。いやいや、本当に。でもまあ人と接するときはもうありのままの自分でいたいと思うので。今ありのままか。ありのままです。本当か、はい、なんか遠慮してるよ。 なんか全然してないです。もうちょっと弾けなさいよ。本当ですか。弾けていいよ。まあ僕らに結構一生懸命です、ね、あ、そうなんだ、はい、なるほどね、はい。